俺や。ああ確かに。あ、お前か。この壁何やってん話でしょ。俺じゃないのか。そう俺や。じゃあいいや。じゃあいいやじゃりー。ほんと面白いね。あ、いるだけで。うん、いるだけで。してみようか。おい、ほら。どうもレンサッカー部。はい、はい、今日はですね、ちょっと珍しいとは思うんですけれども、うん、僕たち私服です。がっつり私服やで。がっつりね。珍しくない俺たちの私服。まあほんまね。名もないんかい。名もないんかいって。これ以上無理でしょ。広げろや。で、何する。飲んで。お前もうサッカーやらないだろうって、お前ちょっと油断してるだろ。え、じゃない。残念、やります。やるのかい。リフティングの数かける10円分築地市場食べ放題よー。やった築地。今もうちょうどここあの築地で今撮影してて、もうすぐそばに築地市場あるじゃないですか。はいはい。あれ市場って言うんですか、市場ってどっちなんですか。市場っていうのかな。築地市場。築地市場ね。で、今日は今言ったとリフティングの数かける10円分築地市場食べまくり。やっぱ築地といえば海鮮とか美味しい食べ物がいっぱいあるじゃないですか。ただですよ、はい、リフティングができなかったら食べれないですからね。多分1000円ぐらいなんか食べれないと思うから、最低でも100回はやろうよ。100回目標ね。最低ラインは。最低ラインは目標。あ、まあ余裕余裕。じゃあ行きます。あ、キックオフ。キックオフ。かいの。はい。はいよ。ということで、何があって気持ち悪いの。何よ。はい、ということですね。はい、じゃあ早速ちょっとリフティングの数かける10円分築地市場食べ歩きやっていきたいんですけれども、ルール、普通にリフティングやっちゃったらやっぱ無限にできるじゃないですか。さすがに俺1万回とかやったら金払えないでしょ。それはあかんな。まあちょっとルールを設けます。制限時間僕が3分です。ヘンタツさんやっぱ僕より下手なんで、ゴミじゃないですか。ゴミ言うな。ヘンタツさんはハンデありで、ヘンタツさんは5分にしてもらいます。よっしゃ、マジで5分。いったな。後悔するぞお前。後悔、うん、絶対しない。ただし落としたら、その落とした時点で終了です。ああ終了ね。正直俺も3分あれば300はいく。いやいやいや、無理無理無理。そしたら行く前にちょっと意気込みだけお願いします。5分でしょ。じゃあ550回。おーい、なんだこれ。地味に緊張する。地味に緊張するでしょ。だってこのリスティングの数次第では美味しいものを食べれなくなるからね。頼みますよ。じゃあ制限時間5分、いきますよ。レディーゴー。始まりました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100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 、
自分で数えろ、そのくらい。80、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 
つも俺の分数えるでしょ。いつもお前数えてくれないんだから。2分45秒を残しまして、5分でこんなにないの。139ぐらいかな、分かんない。130ぐらい、130ぐらい。1300円確定です。おめでとうございます。いや1300円で食えるでしょ。いや、なんなら丼600円とかでもあるから2杯分ぐらい食えるぞ。よし、おい、お前はもう用済みだ。おい、まあ、満を持して皆さん期待の、どうも僕です。出た。毎回出てねえか。誰かさんと違って130とかじゃ終わらない。いいですか。いいっす、いつでも来てください。それではいきます。レディーゴー。はい、そう、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今何分？あと1分。もういいんだけど。もういいよ、俺疲れたから。今何回？もうあと40秒。38、39、40、41、42、43。なんか。あ、痛い痛い痛い。20秒残った。あと20秒ね。ということですね。素晴らしい。ありがとうございます。素晴らしい。何、お前、何から目線や。すみません、落としちゃいましたけど、まあ、もう一度目標の300いったんで、目標の300を超えて、370ということで、3700円分、変態さんにおごっていただけるということで。美味しすぎでしょ。ありがとうございます。うわー、行けよ、もうだん。じゃあ、築地市場行きましょうか。行きましょうか。レッツ築地市場。かーいーの。はい、ということです。はいよ。じゃあ早速、築地市場に着いたんで、見ていきましょうか。行こう。行きましょう。
築地って言ったらやっぱもう海鮮丼だよ。築地で言ったら海鮮ですね。海鮮丼でマグロだよ。マグロ、俺マグロめっちゃ好きなんですよ。わかる。最初まず一体マグロ行くじゃん。マグロ行っちゃう？飲みたいんだよね。お酒いいっすよ、お酒あるよ。変態さんってまず築地に来たことあんの？俺一回あるの。俺バイト先の先輩にね、海鮮丼おごってもらったわ。あ、で来たんだ。めっちゃくちゃうめえから。俺はね、実は初です。俺ね、一回も来たことない。マジで？これ忘れちゃダメだよ。忘れちゃダメになるよ。ちょっと築地の良さはもう、ああお前もうね、今日忘れられなきゃ。今日ね、今日噛み締めろと。そうそう、ザ・築地って感じじゃん。ほら、築地ですな。結構人いるね。人気だね。まあまあ、今日土曜日だしな。まあ、それもあるな。あっちめっちゃありそうやな。あっち、じゃああっち。すごいね、これは。何これ？え、ほら寿司とかバッサって高。あ、でも俺いけるよ。俺はやりはいける。これいく。あ、おすすめの握り高。でも俺でも足りないわ。あ、2600あるよ。あ、これね。寿司旅、寿司旅俺終わりやん。あ、でもほら、お、あ、高え。いやいや、まあ食べ歩きはもうちょっと見よう。缶ビールあったけど、どうしようか。あ、缶で、缶で見るし。あそこなんたら通りは、あ、ここ行ってみる。ここ、これやん。ほら、これ何これ、市場通り。ここ行ったかも、俺、その先輩と。なんか思いあるぞ、これ。行ってみる。行ってみる。行こう。行ってみよう。行ってみよう。これ、見覚えある。で、パンパンだよ。めちゃくちゃあるんだよ、海鮮。めっちゃうまそうやん。うまそうって。え、見て、これ、ソールドアウト。ウニでしょ、これ、ウニ。見てよ、このオシャレさ。怖いや。終わりだ。ナーメール、何？ナーメールハイボールあるって。見えんだよ。ちょっと外してみて。いや、ちょっと外してみて。いいの？ふさいでしょ。いや、これメガネ。つけたいだけじゃないですか。あ、食べるじゃない。いや、食べてきなよ、また。食べてきましょうか、じゃあ。うん、食べてきましょう。何？ハートを立ててってどういうの？今だからもう。一番じゃん。もうこれってことですね。食べてるね。マリリンモンド来て。お姉さん、友達を選ぼうな。いっぱいだから欲しいね。やべ、引かれて。呼び込まれてる。サンデーさんは中のテーブル席どうぞ。荷物ですね、よろしくお願いします。すごいキャラの濃いね。俺はおばさんとは言わないよ。まあ、おそらくこの店看板ですね。ボコマグロのトマトロが入って贅沢4種もおすすめです。はいはい、めっちゃうまそうばっかりでしょ。食べ歩きだから見たかったんだけど、看板娘に呼び込まれて来ちゃいました。めっちゃあり。え、でも1500円だかな。え、マグロユッケの、うまそう、マグロダブル。え、絵的にはやっぱこれじゃね。え、すげえ、何これ。え、ヘンテさん、これ1000円とかでいけるよ。だから俺これ頼んで、俺もう頼めねえ。中トロマグロ丼、大トロマグロ丼。うわ、まあ、これ俺ギリいけるけど、値段的にもアウト。俺決定。じゃあ俺これいきます。マグロダブル。お前トッピングすんの？トッピングできる。トッピングする。何トッピングすんの？縁側。バカじゃん。わざわざお前なんで縁側や。いや、まあ縁側も言ってもいいからね。ネギトロなんか良さげじゃない？まあ、ちょネギトロか。ネギトロトッピングいくわ。うわ、贅沢だな。決定。俺ビールでいいか。ビール。あ、よし、よし、どうぞ。ダブルマグロ丼にネギトロに。あ、はい。うわ、やっぱ飲みさせて来ました。え、これで俺がじゃあ2100円ぐらい。2100円。で、ヘンテさんが600円。それが残り約、まあ、600円ぐらいですか。約600円ぐらい食えるのいいか、それで。シャムはこれなんだっけ。サーモン丼。もういくらのトッピングしたの。え、みたい、なんかこれでもやばいでしょ。美味しそう。へえ、美味しそう。変態さん、虚しいな。戻るよ。あ、ごめんごめん。ほら。はい、乾杯っす。どうすか、今日。うめえすか。なんか夏って感じ。おっさんやで。いいっすか、うまっ。していいっすか、俺もじゃあ。俺もこれ聞いたかった、海鮮の。まずちょっと卵から、いただきます。めっちゃじゃん。甘い、めっちゃくっちゃ甘い。兄貴のおごりなんだ。いただきます。めっちゃうまい。うまいよ、うまいよ。俺も一回しか食べない。マグロが口の中でまだ泳いでる。これに食べられたことによってまた息を吹き返しとる。何言ってんだよ。酢飯がいいね。俺のお母さんが作るマグロ丼とは違うわ。お母さんマグロ丼作るの。うわ、わさび、いただきます。食べたくなるのはなぜだ。一言言っけ。ああ極楽状態。良きか、良きかな、いわゆる良きかな状態。絶対うまい。
鬼うまい声で鬼新入社長溶けるよ、うん、新鮮なわさびって辛くないんだよ。あ、言うよね。ほんマジこれ辛くない。マジでビールはどうなんですか兄貴。ビール最高に見るわ。この時間飲むビールって仲いいよね。うん、ニークならではだな。うん、誰かにヘヘンタさんかわいそうだからガリだけあげる。いや、ビッチャー好きだけどね。これとガリ好きのプレゼント。いや、サンキュー。うわ、うめぇ、うめぇ。これよくない？会員ですか。ラーメンもう食べちゃうほど。あ、食べちゃう。お、早い。ただね、正直言って、うん、ちょっと待って。だと思ったわ。いや、意外と来る。だと思った。胃がちっちゃくなっちゃって。そんな小食なのもんなの、手が。だ。感謝。感謝。感謝。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。無事食べ終わりまして、僕はもう正直結構お腹いっぱいです。いや早いな。ただね、君まだ何も食ってないから腹減っちゃうよ。変態さん食べ物を求めていきましょう。腹減っちゃう俺も。あ、でもだいぶ人減ったね。お、ホタテ、ホタ焼き、よしそう。え、え、カキもあるじゃん。え、カキあんの。ガンガン焼き、ほんまや。うわ、うわ、う待って、これやばくね、これやばくね、これやばくね。え、俺これいくわ。あ、いいな、俺いけねえじゃん。これホタテ串いくか。あ、待って、300円のマグロ串。あ、俺こうか。これ300円のマグロ串。え、じゃあ俺これいくわ。え、これいくわ。焼きが決まるよ。いや、俺これいくわ。マグロ串一つ。マグロ串一つ、ありがとうございます。じゃあ俺ホタテいこうかな。はい、ホタテ北海道産なんで。じゃあホタテで。はい、ありがとうございます。マグロまさかの食えるというね。いや、まさかのね。バナナジュースなの。バナナジュース。うわ、バナナジュースいこうかな。バナナジュース、俺頼もうかな普通に。じゃあ俺バナナジュース、バナナジュース1個、はい、いいですか。全然海水と関係ないけど。うん、あ、ありがとうございます。うこれか、おいしそう。うわ、うまそう。いいな、ほら、うわ、うまそう。クリーミーよ。俺の性格と一緒。俺の性格もクリーミーや。どこがクリーミー。お酒にじゃいただきます。築地じゃねえじゃん。え、砂糖使ってないらしいんだけど、マジでうまい。甘い、濃厚。ビビる。マジで。ほら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 、俺も飲みたいよ、バナナジュース。ホタテですね。はい、 ありがとうございます。めちゃめちゃ気になる。グラサンかけとっちゃう。ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、めっちゃうまそうやん。僕は焼き鳥マグロだから、ちょっと映して映して。いや、肉やん。肉やん、そう。俺もって肉やん。いただきます。絶対肉やん。うまっ。マジで、ないんだ。肉、ちょっと断面ずつして。めっちゃうまそう。しかもプリップリじゃない。うん、柔らかい。俺もポタテいっちゃって。でっかくない。でっか、これ絶対うまいよ。北海道産らしいよ。いただきます。うん、うわ、うん、やばい、やばい。ほっこほっこ、なんかめっちゃうまい。いや、だろうな。はい、終わりますよ。どうぞ。いただきます。あ、うまそうよな。うん、めっちゃおいしい。でも違う店でさ、バナナジュース失敗したじゃん、君。うん、失敗した。しかも抹茶でね。抹茶、よく抹茶にするな。めっちゃおいしい。あのお店より全然おいしい。あのって言うな。はい、ということで完食です。いやー、俺もうだいぶお腹いっぱいやで。え、俺残り650円。あ、待って、何完食。よ、え、どれ。ほら、いや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 、美味しそうじゃん。でもこれいくの。え、あ、これいくわ、これいくわ。はい、はい、くしたまだった。くしたま、もう意外と、あれ、これで100円だよ。いただき、これ残り240円。240円。見て見て、プルンプルンじゃん、ほら。ほんとだ。甘い感じ、しょっぱいの。だし、だし、だしけ。いや、わかんない。わかんない、一回。なんか、甘、なんだ、なんか甘い感じ。あ、ほんと。どっちかと甘いか。うまっ。本格的よ、これ。俺迷ったけど、この大きさは食えねえ。いや、食べた方がいいよ、これ。いや、でもこの大きさは食えねえよ、もう。あ、そうか。早っ。一個お願いします。次のあそこでしてってね。あ、来た。ありがとうございます。今やっとあのバナナジュース飲んだんだけど、もう限界。じゃあ俺も行ってみます。いや、めっちゃくちゃうまい。いただきます。うわ、うまっ。でしょ、うまくね、これ。柔らかっ、ふわふわ。ちゃんと出汁も効いてる。そう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 、そうね。これ100円やばい。はい、ということで僕完食です。待って、俺残り550円。無理やで。
いや500点なんてもうすぐでしょ。この感じが良くない？これなんかちょっとね、ね、わかる、レトロな感じ。あるよ、あるよ。チョコフレークバーとか美味しそう。ちょうど1個買おう。これもこれマンゴーパッション、え、マンゴーパッション230円。すいません、マンゴーパッション、ありがとうございます。俺だけちょっと食べるね。マンゴーパッション、なんでパンやねんって。でもそう、人気だったみたいでほぼなくなってたじゃん。え、何が、うん、マンゴーうまそうじゃない。うわ、サクっていってるじゃん。うまっ。え、音サクサクじゃん。アップルパイだよこれ。もうアマンゴーじゃなくて、マンゴーじゃなくて、マンゴーパイみたいな。マンゴーパイ、何がアップルパイじゃないか。アップルパイって言うの、サクっていくから。ほら、うん、焼きたてだ。焼きたてかもね、これ。でもあれ、あれ食えばいい。あ、タコせんあるよ、タコせん。タコせんでいく？俺はもう、あ、こんなになっていけるでしょ。あ、許して。タコ、あ、いちご飴に、あ、いいじゃん、いちご飴いけるでしょ、最悪。いちご飴食べた。じゃあ、いちご飴食べる。俺の分でいこう。50円買えるよね。俺もう限界やん。いや、50円買えるでいい。いけないでしょ。これどこで買うの、いちごって。だよね、これ偽物だよね、びっくりした。これに、あ、これ 偽物だよ。本物じゃないの。本物かと思ったけど、偽物だ。あ、偽物だ。あ、ありがとうございます。ちょうどお願いします。しかも見て、本物のイチゴ。まあそうなんだけど結構イチゴすごい、すげえチロチロしてる。これすごいね。いただきます。絶対美味しいでしょ。どう？うわ、え、シャーベット。え、アイスなの？ほら、ほんとだ、アイスだ。めっちゃうまい。これ来るぞみんな。超あれだね、凍ってる。シャクシャク。美味しそう。さっぱりするわ。いや、あ、かっけえ。うまい。やったー。あ、うまい。これはうまい。はい、ってことですね。まあだいぶもうね、人がいなくなったんですけど、食べ終わりまして、はい、築地いいな。あ、待って、1300円で意外と食えるっていうね。いや、そう思った。よりびっくりした。思った。3700円もあったら、これ多分2人いけるよ。食わなすぎる。え、でも多分普通に女子できたら、2人で多分3700円十分だよ。中学生ぐらいでも多分いけるよ、3000円。ものすごく楽しかったです。いや、よかった。なんか誘ってくれてありがとうございます。いやいや、誘ってねえ。で、じゃあぜひ皆さん、学生なんかはデートでどうでしょうか。女子の皆さん、ぜひ女子旅行かれ